お隣韓国さんのバンクがまた世界で迷惑行為を行っているようです。記事と韓国の反応を見てみましょう。イギリスの有名出版社であるドーリング・キンダースリー・ DK とコリンズが発行した本で、韓国の歴史と文化に関する記述が間違いだらけであることが調査で分かった。サイバー外交使節団バンクは DK とコリンズの刊行物を入手して間違った内容などを調査した結果を23日に出した。バンクは出版社に抗議のメールとともに、是正する部分に対する正確な内容と資料を同封して伝達したという。 DK が2018年に出版した世界の歴史地図帳の124-125P には、313年に高麗、百済、秦らに分かれ、668年に新羅が高麗を滅亡させて統一した、1388年に李存家によって朝鮮が起こされたと叙述された。歴史的事実をもとにすれば、313年以前にも高句麗、百済、秦らがあり、668年に新羅が高句麗を滅亡させて統一した、1392年に李存家によって朝鮮が起こされたと、それぞれ修正されなければならない。この本の 132P のモンゴル時代、 179P の高麗後期、 226P のアヘン戦争時代の領土を表す地図では、韓半島、朝鮮半島全体を中国の領土で表示した。 312P の韓国戦争、朝鮮戦争に関する説明では、戦争勃発日を1950年6月24日に、その性格はアメリカとソ連との間の数ある代理戦争の一つだったと規定する間違いを犯した。この地図帳は中学高校生以上に鑑賞するオンライン書店アマゾンで、散文や歴史勉強の参考書、歴史地図図書、歴史百科事典の人気度で1位に選ばれた。4100件以上のレビューも掲載された。 DK が小学校高学年から中学生用のシリーズもので刊行した年度別記録、石器時代からデジタル時代に至る世界の歴史では、ハングルが広まる当時の子ボーンは24、当時は28、ドイツのグーテンベルクに先立ち、類似の金属活字印刷技術を11世紀に中国が発明したと歪曲した。この刊行物は2018年の南北首脳会談と関連して、韓国の大統領ムン・ジェイン大統領が初めて国境を越えたと記述した。ムン大統領の前にキム・デジュン、ノ・ムヒョン大統領も訪朝している。2018年に出版されたこのモイラストレーション歴史書では、668年の新羅の三国統一を説明する際、いきなり太極旗の画像を添付して古代の韓半島を紹介しながら、日本海シー・オブ・ジャパンを表記した地図を使った。英文表記のコリアが高句麗から由来し、百済の首都は現在の広州クアンジュ広域市という間違いも犯した。一般的にコリアはコルから由来した表現だと言われている。百済の首都だったウィレソンは現在のカンジュ広域市ではなく、キョンギドカンジュ市の近隣地域である。コリンズが出版したコリンズワールドアトラスイラストエディション2021年は、 75P のトンヘ日本海兵器を除き、すべて日本海の単独表記、13P、60P、62P、150P して、読度はリアンクールロックスと表記した。リアンクールロックスとは、読度を発見したフランスの捕鯨船の名前から取ったもので、韓国の読度領有権を否定する意味があるとの批判を受けている。バンクのパク・ギテ団長は、DK とコリンズが発刊した本で、韓国に関する歪曲とデタラメな説明を放置し続けてはならないとし、現地の肝心コリアンたちと協力して積極的に改めていくと明らかにした。それでは韓国さんの反応です。イギリスは我が民族の8000年の歴史について初頭から学び直さなければならない。我が民族が単一民族ではないということも再認識しなければならないし、今大学の講談で講義をする教授自体が日帝時代から教育を受けてきた教授またはその教え子たちだから、韓国の8000年の歴史を否定する教授たちが多い。長い間
汚くて野蛮な倭寇が、イギリスの歴史歪曲に力を入れたのかわかる。バンク応援します。バンクで活動される方たちは、真の愛国者たちで、政府のできないことを探してする真の愛国者たちです。ありがとうございます。価値のある仕事をするのに、ご苦労様です。民間の外交使節団よりも無能な外交部、教育省庁の担当者は、直ちに辞任せよ。素晴らしい。バンクの活躍はよく知られているが、たゆまず活動しているのを見ると、本当にすごい。こういう方々が、本当に愛国者だよ。国力の差を見せているようですね。日本と中国は、随分前から、国外の政治、歴史に関しては、自国の利益のために、水面下で作業を続けていました。韓国の歴史を歪曲する者に対し、絶えず問題を提起し、声を出すバンクがあるので、いつも心強いです。ありがとうございます。誇らしい我が祖国、大韓民国。ありがとうございます。この国の外交部、大使館、文化院は、一体何をしていて、協力する団体が、英国現地の韓国人だというのか？現在までも戦争恐怖に生きているこの悲劇の韓半島は、日本の朝鮮侵略と親日売国が元凶だ。イギリスは、初めから、日本中心に東アジアを見ています。同じ島国で、植民地をたくさん持っていたからです。車の運転席も、イギリスをかたどって右側に作り、道路も左側に通りますね。イギリスが、韓日間で、大韓民国の側に立つという錯覚は、絶対してはいけません。バンクかっこいい。ファイト。ということで、本当に、このバンクって、世界に迷惑をかけることしか考えてないような団体ですよね。いつも、ちょっとした放射状の模様を見つけると、すぐに発作を起こして、旭日旗だなんだと大騒ぎして、世界に迷惑行為を働いている団体で、一応、非政府組織ってことにはなっているようですが、国として言うと問題になるようなことを、この団体にさせているのは明らかですよね。韓国さんは、バンクがどれだけ世界に迷惑をかけているかも考えず、誇らしいとか言っていますが、完全に、韓国目線のみの思考を世界に押し付けようとしているだけで、以前も、バンクの要求を拒否されていたこともありましたね。韓国さん自体が気に入らないことがあれば、バンクに言えばなんとかなると思って、すぐにバンクに言うんでしょうが、バンクもバンクで、そういう通報を受け取ると、面白がって文句を言い出すんでしょうが、本当に、迷惑団体以外の何者でもないですよね。まあ、それは置いといて、韓国8000年の歴史って、またすごいことを言い始めましたね。韓国さんの場合、嘘も言い続ければ真実になるところが怖いところではあるんですが、それ以上に怖いのは、真実になるための証拠が一切必要ないっていうところなんじゃないでしょうか。それにしても、誇らしい我が祖国、大韓民国とか言っていますが、韓国さん？今回の記事のどのあたりが誇らしいと思ったんですか？ということで、ご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。